特殊救修部隊、特殊救修部隊と、特殊救修部隊、SAT は、日本の警察の警備部に編成されている、特殊部隊。SAT は、ハイジャックや重要施設選挙等の重大テロ事件、組織的な犯行や強力な武器が使用されている、事件において、被害者等の安全を確保しつつ、事態を鎮圧し、被疑者を検挙することをその主たる任務としている。また、 刑事部の特殊事件捜査係だけでは対処できない凶悪事件にも出動する。なお、特殊救修部隊という名称は、スペシャルアサルトチームを日本語に直訳したもので、正式な部隊名ではない。日本警察において、SAT の正式な部隊名は特殊部隊であり、さらに所属する都道府県警察名を付けるため、警視庁特殊部隊。 千葉県警察特殊部隊などと表記されている。1972年9月5日に西ドイツでミュンヘンオリンピック事件が発生し、犯行グループによりイスラエル選手11名が殺害された。翌日の9月6日に警察庁は全国の都道府県警察に対して通達を出し、重機投資用の重大突発事案が発生した際、これを制圧できる。 要特殊部隊の編成を行うこととした。1974年の警察白書には、この通達で編成された部隊が紹介されており、以下のように記載されている。一方、当時警視庁記者クラブ、7社会に席を置いた記者は、この特殊部隊について、以下のように記載している。警察庁の通達後、1977年9月28日に、 脱火日光機ハイジャック事件が発生し、犯行グループは日本政府に身の代金の支払いと獄中メンバーの釈放を要求した。日本政府は犯行グループの要求を受け入れて身の代金を支払い、長宝期的措置により獄中にいたメンバーなど6人を釈放した。さらに事件から約1ヶ月後の10月13日にはルフトハンザ航空機ハイジャック事件が発生し、 犯行グループは日航機ハイジャック事件と同様に西ドイツ政府に身代金の支払いと国中メンバーの釈放を要求した。これに対して西ドイツ政府はミュンヘンオリンピック事件を教訓に創設した特殊部隊 GSG-9 国境警備隊第9部隊をハイジャックされた航空機内に突入させた。 この突入により GSG-9 は犯人らを制圧し、人質となっていた乗員、乗客を無事救出した。日本ではこれらのハイジャック事件を教訓として GSG-9 を参考にした大ハイジャック部隊の創設を後藤田正春衆議院議員、元警察庁長官、後の内閣官房長官が提唱した。さらに後藤田正春の命令を受けた。 笹々厚幸警察庁刑事局参事官、後の内閣安全保障室長が西ドイツに赴いて交渉を行った。その結果、装備、訓練、ノウハウなどで GSG-9 の全面協力を得ることなり、警視庁と大阪府警察の警察官数名が、研修として GSG-9 や、イギリスの SAS に派遣された。1977年10月20日に、 警視庁では、タイハイジャック部隊を創設するため、機動隊員の書類選考と面接を開始した。同年11月1日に、警察庁は、ハイジャック対策を主要任務とする特殊部隊を、警視庁と大阪警察に設置した。タイハイジャック部隊は創設当初、GSG-9 と同じ装備を導入し、GSG-9 の隊長を日本に招聘して、訓練方法も学び、 徐々に日本独自の訓練方法を考案していった。警視庁では第6機動隊の特化中隊、大阪府警察では第2機動隊の例中隊とされており、また1980年代初頭から警視庁の部隊はスペシャルアームドポリス、通称 SAP と呼ばれていたが、部隊の存在自体を極秘としていたため、部隊名称も非公式なものであった。 これらの部隊は1979年に発生した三菱銀行人質事件などに出動したが、創設から20年近くの間、部隊の存在が公表されることはなかった。その後、1995年に全日空857便ハイジャック事件が発生し、SAT が出動したことにより、部隊の存在が初めて公表された。 1996年4月1日に警察庁の通達により、それまで存在していた各特殊部隊が公式部隊として強化、再編成される方針となり、同年5月8日には、スペシャルアサルトチーム、通称 SAT という部隊名を定めて編成され、警察庁において待機授与式が行われた。授与式では、国松隆次警察庁長官が、 各隊の隊長に待機を授与した。SAT は総員200名体制で警視庁、大阪府警察、北海道警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、福岡県警察に編成された。2000年に警視庁 SAT は第6機動隊から警備部警備第1課に所属が移され、2001年に大阪府警察 SAT は第2機動隊から 警備部警備課に所属が移された。これにより、警視庁と大阪府警察の SAT は、組織編成上を、機動隊から独立した組織となった。同県警察の SAT は、機動隊に設置されている。2005年9月6日には、沖縄県警察に SAT が編成され、沖縄県警察学校において、待機授与式が行われた。また他の部隊も増員されたことにより、SAT は、 総員二百五十名体制となり、翌二千六年にはさらに部隊が増員され、総員三百名体制となった。なお各報道機関は、沖縄県警察に、サッ t が新設された理由について、米軍基地へのテロ対策であると報道した。一方、沖縄県警察は、報道機関の取材に対して、当初県で事件発生時に、本土からの部隊派遣に時間がかかることが、 新設理由。米軍基地の集中をめぐる、大抵路重点配置ではないと述べている。2000年代後半から SAT は、銃器使用の立てこもり事件において、特殊反捜査係の支援を行っており、2007年4月には、町田市立てこもり事件に、警視庁 SAT が出動した。さらに、同年5月に発生した愛知長久手町、立てこもり発砲事件では、 愛知県警察 SAT が出動したが事件を統括指揮していた刑事武装サダイ一家との連携や情報共有の不足から隊員1名が犯人の放った銃弾により死亡した。警察庁はこの事件を教訓として SAT を支援する特殊部隊支援班 SAT サポートスタッフ通称 3S を創設した。特殊部隊支援班は都道府県警察刑事部との連携や 警察本部長の補佐、警察庁との連絡調整を担当している。また警察庁は死亡した隊員が防弾ベストの隙間から被弾したことから、SAT の装備品を再検証する方針であると発表した。愛知立てこもり事件の発生以来、SAT は報道機関に訓練を公開するようになり、2007年には警視庁 SAT が初めて訓練を公開し、 2010年には神奈川県警察サットと愛知県警察サットが訓練を公開した。さらに2013年には千葉県警察サットが訓練を公開した。なお、2007年以降の公開訓練でサット隊員が着用した防弾ベストは上腕部を保護するプレートが追加されており、防護範囲が拡大されている。サットは K8 所属の都道府県警察本部に設置されている。また、重大事件やテロ事件が発生した際には、警察車両や警察航空隊のヘリコプター等を使用して全国に展開できる体制が整えられている。SAT の主な任務はハイジャックやテロ対策であるため、以下の地域に部隊が配備されている。また、サッ t が編成されている都道府県警察は、 以下の通りである。部隊の規模は、警視庁に3個半、大阪府警察に2個半、他の同県警察に1個半の合計11個半が編成されており、隊員の総数は約300名である。なお、警視庁サットの前身である。特化中隊は、指揮班、技術支援班、狙撃支援班、制圧一班、制圧二班に分かれていたとされている。また、 特化中隊の創設時の体制は、警視1名、警部2名、警部補6名、巡査部長12名、巡査30名の、計51名体制であり、大阪府警察の例中隊は、約半数の規模であったとされている。例、警視庁警備部第6機動隊特化中隊、当時の編成、SAT の関連する射撃訓練場、及び SAT が所在する都道府県で、 射撃場を有する機動隊の訓練施設は以下の通りである。サットが出動した際は、警視総監、道府県警察は本部長、警備部長がサットの指揮を行い、サット隊長は現場指揮官として命令を受け任務に当たる。原則としてサット隊長は突入を独断では行えず、警視総監、または道府県警察本部長、 警備部長の許可が必要と言われている。2007年に発生した愛知長久手町立てこもり発砲事件の際は、愛知県警察 SAT、嫉妬、応援派遣された大阪府警察モットの統括式を刑事部捜査第一課長が担当していたとされている。サットの行動方針に関して、警察庁では被害者、関係者の安全を確保しつつ、事態の鎮圧、 被疑者の検挙を実施すると公表している。報道によれば、サットは犯人の身柄拘束よりも現場の危機的状況を狙撃などで排除する方針であり、一方、シットは説得を中心に最後まで投稿を促し、犯人の逮捕を目指す方針であるとされている。2007年に公開された警視庁サットの訓練では、隊員が屋内施設に突入した際、 複数の人が多的の頭部へ射撃を実施している。狙撃については複数配置を基本としている。これは1970年に発生した瀬戸内シージャック事件において大阪府警察の狙撃手が人権要望を標榜する弁護士から殺人罪で告発されたことを教訓とており、隊員が犯人を射殺した際、個人を特定、告訴できなくするための措置である。 SAT に類似する名称の警察部隊として、アメリカ合衆国のスワットが挙げられるが、スワットの行動法人は、日本の嫉妬に近く、可能な限り犯人の逮捕を優先している。なお、アメリカでは、国内でのテロ事件などに対処する部隊として、連邦捜査局 FBI に特殊部隊 HRT が編成されている。SAT の武器使用は、法律。 警察官職務執行法第7条に基づいて行われ、突入の際には、機関拳銃や自動式拳銃などを使用する。また、日本の警察では、警察官等特殊銃使用及び取扱い規範により、機関拳銃やライフルなどの装備を特殊銃と規定しており、使用や取扱いの規範を定めている。この規範によれば、特殊銃は、警察本部長、警視庁は、 警視総監から指定を受けた指定警察官が使用する。さらに特殊自由の取り出し、連射への設定変更、使用は現場指揮官の命令が必要であるが、状況が急迫し、命令を受けることができない場合は、指定警察官の判断で行うことができる。主に機動隊から入隊希望者を募り、選抜試験を通過した者が、サットに入隊する。隊員には、 高い身体能力、判断能力及び強靭な精神力が必要とされる。特に発足当初は、レンジャー有志各社を中心に選抜されたとされている。作家の毛利文彦は、著書で、サット隊員を25歳以下の独身の男性警察官と解説しているが、元 SAP 隊員の伊藤光一は、隊員選考の絶対的条件の中には、25歳以下。 未婚者、次難以下のものとのはないとして、これを否定している。報道によれば、2006年に訓練で負傷した大阪府警察サットの隊員は、事故当時28歳であった。また2007年に、愛知長久手町立てこもり発砲事件で死亡した愛知県警察サットの隊員には、妻子がいたことが明らかとなっている。伊藤光一によれば、隊員に求められるものは、死を恐れぬ。 精神力、不意識、仲間を見捨てないとされる。入隊すると隊員は、舞台で見たり聞いたりしたことを他人に話せば、時には、こうでは捨てられる。家族に対しても同様である。という訓示を受け、保費を徹底させられると言われている。例として、愛知長久手町立てこもり発砲事件において、サッ隊員が死亡した際、隊員の両親は、死亡するまで、息子が、 サット隊員であることを知らなかったと報道されている。通常、サット隊員は個人が特定できないようにするため、氏名も階級も部外には公開されず、報道関係者の前ではマスク、目出し帽を着用して、素顔を隠している。もしも、隊員個人が特定されれば、テロリストや諸外国の公安機関によって隊員及び、親類演者に危害が加えられたり、 脅迫あるいは獲得工作が行われることが懸念されるからである。一方、サット隊長は、狙撃や突入を実行しない責任者であるため、待機授与式等で、報道関係者に対して素顔を公表している。1979年に発生した、三菱銀行人質事件の際には、突入を行った霊中隊の隊長が犯人を、制圧後、機動隊員として、 報道陣に姿を現し、記者会見に応じたことがある。在退期間は、おおむね5年とされ、承認した後に再び SAT に入隊することもある。再入隊すれば、さらに5年間在退することになる。承認試験は、一般の警察官と同様に行われる。近年、警視庁では SAT を除隊した一部の隊員が、刑事部の特殊搬送さがかり、 警視庁シットに配属されている。これは、刑事部が、SAT 隊員の射撃技術などを即戦力として、期待した結果、起用したものである。確認できる、最も古い刑事部への配属は1995年9月に行われた。この人事異動では、オウム事件の捜査を教訓として、警視庁 SAT の前身である SAP の経験者7名が、警備部からシット配属された。なお、 配属された警察官の階級別内訳は警部補1名、巡査部長2名、巡査4名であった。この他にも SAT の除隊者は機動隊のスカイマーシャル等に配属されていると言われている。また過去には隊員に関する不祥事案が一件発生している。2010年1月に28歳の警視庁、SAT 隊員が東京都国立市内のコンビエンスストアで万引きをした。 ことにより、現行犯逮捕された。後にこの隊員は、警視庁を遺願退職した。サットは、思想的背景のある犯罪者や、テロリストを主に取り扱う警備部に所属しており、装備品や訓練施設の大半は、地方予算、都道府県警察予算ではなく、国会予算、国費で賄われている。そのため通常の機動隊に比べて、装備、 訓練施設は充実している。日本国内には、戦術のように、サットの関連施設が設置されており、訓練が行われている。訓練は危険を伴い、過去においては、隊員が重傷を負う事故も発生している。2006年には、大阪府警察サットの隊員が、射撃訓練中、首から下げた自動小銃を構える際に引き金に指がかかり、 実弾一発を暴発させ、自身の左足ふくらはぎを貫通し、全治約1ヶ月の重傷を負った。専用の訓練施設以外では、陸上自衛隊の中屯地で小銃を使用した、狙撃訓練や、ヘリコプター効果の訓練を実施したとされている。部隊の具体的な訓練内容については、創設以来、非公開とされていたが、2002年の、 サッカーワールドカップ開催を前にして警察庁は同年5月10日に警視庁サットの訓練映像を公開した映像ではヘリコプターからの降下訓練や航空機バスへの突入訓練狙撃や潜水器具を使用したプールでの訓練などが公開された2007年6月5日に警察庁は東京都内の警視庁の専用施設に 全国警察本部の本部長を集め、警視庁 SAT とシ i t の合同訓練を実施した。この合同訓練は、愛知長久手町立てこもり発砲事件において、愛知県警察 SAT とシ i t の連携が課題となったことを受けて行われたもので、全国の警察本部長に SAT とシ i t の技能や効果的な運用方法に関わる理解を深めさせ、実践的な訓練や、 事件対応に活かすことが目的であった。訓練内容は、人質立てこもり事件において犯人が警察官に向かって銃撃し、建物から出てくるとの想定に基づき、サットと,とシットは、閃光弾や拳銃を使った突入や、狙撃銃での狙撃など、役割を分担して、訓練を実施した。サットの前進部隊が、オーストラリアのパウスに所在する大規模な市外戦。 国内専用の訓練施設、通称キリングビレッジで訓練を行ったと言われている。さらに SAT は2001年からオーストラリアのクイーンズランド州において訓練を実施している。他国の特殊部隊との交流としては、戦術の通り SAT の前進部隊である特化中隊、警視庁、令中隊、大阪府警察が部隊創設時に、 ドイツの GSG-9 から全面的な支援を受けた。また SAT はフランスのギリン、オーストリアのコーブラ、イタリアのノックスと交流があり合同訓練を実施した。2007年7月5日には東京都内の訓練施設において警視庁 SAT の訓練が初めて報道陣に公開された。この訓練は同年7月に 北海道東野古町で開催された主要国首脳会議サミットに備えたもので屋内突入による犯人制圧と人質救出訓練やヘリコプターからの降下、狙撃訓練などが行われた。2010年9月6日に神奈川県横浜市内の県警第一機動隊訓練場において神奈川県警察、警視庁、関東管区警察局の合同警備訓練が 行われたこの訓練は同年11月に神奈川県横浜市で開催された APEC 首脳会議に備えたもので関係者が乗ったバスがハイジャックされたとの想定に基づき神奈川県警察サットの狙撃班がヘリコプターから美屋上に降下して狙撃配置につき突入班が先行弾を使用してバスに突入し犯人を制圧人質を救出した また、2010年11月26日には、石川県志賀原子力発電所において、外国人工作員の襲撃を想定した警備訓練が報道機関に公開され、石川県警察重機対策部隊と愛知県警察サットが参加した。この訓練を視察した安藤隆治警察庁長官は、朝鮮半島の緊張が高まる中、警察としては、 全国の重要施設の警備に張り詰めた意識を持って当たりたいと発言した。2013年5月11日に東京電力福島第二原子力発電所において警察と海上保安庁の合同テロ対策訓練が行われた。この訓練はテロリストが復旧作業中の福島第一原子力発電所を襲撃したとの想定でわれ、 千葉県警察 SAT と福島県警察重機、対策部隊、海上保安庁特殊警備隊、SST などが参加した。この訓練では、千葉県警察の SAT が初めて報道機関に公開されており、訓練に参加した隊員は放射線による汚染管強化を想定し、放射線防護服を着用して、テロリストの制圧を行った。2015年12月22日に、 警察庁は、東京都内の訓練施設において、警視庁 SAT と神奈川県警察 SAT の合同訓練を報道機関に公開し、河野太郎国家公安委員長が視察した。この訓練は2016年5月に開催される第42回、先進国首脳会議、伊勢島サミットを控え行われたもので、実弾を使用した射撃訓練や突入制圧訓練、 人質救出を想定した、狙撃訓練などが行われた。SAT 同士の合同訓練の公開は、創設以来初となる。2016年3月28日に、東京都江東区において、警視庁 SAT が突入訓練を、報道機関に公開した。この訓練は、東京駅構内で自爆テロが起きた後、逃走したテロリストが倉庫内に立てこもったとの、想定でやれたもので、 JR 東日本など関連企業を含め約360名が参加した。2017年5月16日に愛知県小牧市の警察施設において愛知県警察サットがテロリストの制圧訓練を報道機関に公開した。この訓練はテロリストが市街地で歩行者の列に車で突っ込み銃を乱射したとの想定で行われ、 愛知県警察察庁の隊員らが車で逃走するテロリストを追い詰め、先行団などを用いて制圧した。訓練を視察した坂口正義警察庁長官は、あらゆる事態に適切に対応を切るよう常に新しい手法を開発し、訓練により連動を高めるなど、テロ対策に万全を期してまいりたいと発言した。2018年2月16日に、 東京都内の高速道路上において警視庁サットがテロ対処訓練を報道機関に公開した。この訓練は2020年に開催される東京オリンピックパラリンピックの中止を企てるテロリトがタクシーを乗っ取り競技会場に向かう選手団や各国の要人を乗せたバスを襲撃して人質を取ったとの想定で行われた。警視庁サットはバスに突入しテロリスト役を制圧。 人質役を救出した。SAT を支援する部隊として、全国の機動隊に重機対策部隊が編成されている。また2007年5月に発生した愛知長久手町、立てこもり発砲事件で、SAT 隊員が殉職したことを受け、警察庁は、同年6月、特殊部隊支援班、SAT サポートスタッフ、通称 3S を発足させた。 特殊部隊支援班は、サットの効果的な運用と、隊員の受傷事故防止を目的としており、警察庁のほか、警視庁、大阪府警察のサット経験者、現役隊員ら10人程度で構成される。サットが出動した際は、特殊部隊支援班から2から3人が、現地に赴き、警視総監や警察本部長に、サットの体制や活用方法を助言し、刑事部との連携や、 警察庁警備局などとの連絡調整を担当する。近年では武装工作員等によるテロ、ゲリラ事案に共同で対処することを目的として関係各機関の間で様々な協定が締結されている。2002年には陸上自衛隊と都道府県警察により治安出動の際における治安の維持に関する現地協定が締結された。さらに2004年には 防衛庁運用局長と警察庁警備局長により武装工作員等共同対処指針が策定された。これを受け警察と自衛隊による共同対処訓練が全国各地で実施されており2005年10月20日には北海道において北海道警察総勢150名と陸上自衛隊総勢200名による合同訓練が行われた。この訓練では 陸上自衛隊第18普通科連隊の隊員と北海道警察の機動隊員がヘリコプターから降下し他の機動隊員重機対策部隊を現場まで誘導する部隊輸送訓練が行われた。なおヘリコプターから降下した機動隊員に関しては装備やリペリング、ロープ降下技術などから軍事専門誌の記事において北海道警察のサットであると掲載された。 一方、北海道警察では、同訓練に、SAT が参加したとの公表は行っておらず、参加部隊は、機動隊であると公表した。また、1979年に発生した、三菱銀行人質事件において霊中隊が使用した拳銃は、S、S&W 社製の45口径拳銃だったと、されている。 事件当時の警察の装備で該当する拳銃は M1917 リボルバーである。この銃はニューナンブ M60 が配備される以前にアメリカ軍から支給されたものである。その他の狙撃銃として軍事専門誌の記事には SAT が日本仕様に回収した H& 検射性 PSG-1 とアキュラシーインターナショナル射精 L96A1 を配備と記載されている。 また、近年では、日本の銃器代理店、日本特装株式会社が、自社のカタログに、アキュラシーインターナショナル社製の大物ライフルを、警察に納入したと記載している。大物ライフルは、ハイジャック事件における、狙撃用として、各国の対テロ部隊に、配備されている。その理由は、通常の 7.62mm 弾を使用する、狙撃ライフルでは、 航空機の風防ガラスを破壊し、かつ標的に達することができないためである。MP5 については、複数の仕様が確認されている。蒸気以外にも様々な資機材があり、国産品だけでなく、世界各国のメーカーが製造した装備品を採用している。このような傾向は、日本においては、陸上自衛隊の特殊作戦組や、海上自衛隊の特別警備隊、 海上保安庁の特殊警備隊にも見られる。なお、2007年に発生した愛知長久手町、立てこもり発砲事件では、サット隊員が銃撃を受けて、防弾ベストの隙間から被弾したことにより、死亡した。そのため、当時の国家公安委員会委員長、水手県政は、同年5月18日の記者会見で、装備の検証が必要との見方を示し、これを受けて、 警察庁は装備を再検証する方針であると発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。